子は何で入れるんですかね。あれ欲しいね、四角石。四角石？うん、そこに置いてある。あれ？それ。これをどうすんの？それでトントンすんの。ああ、そういうことね。石でトントンしてます。これは地固めってことですかね。よいしょ。たくさん。え、つだって。こうだね。ってことですかね。あれ閉まっちゃった。あれどこだったかな。あれ窓かな。ちょっと緩い感じがいいですね。休日感がパない。まあ撮影は大事ですよね。個人で買ってるっていうのがすごいです。ちょっとこういういくらぐらいするんだろう、知らないけど。なんかタカさんメガネかけてるとすっごい真面目そうに見える。ガソリンを通してます。でまず、いやー料理が悪い。使ったのできてね。まず砂。まず砂入れます。砂って書いてあります。砂1いきます。いいですね。袋2袋入れます。お料理舞台ですね。キープ三択キープ。袋も入れます。袋は入れましょう。チャリと何入れるのかな。よだれ入れる。よだれもどうしよう。そしたらコンクリが1、うん、砂2、うん、砂利4、コンクリ 0.5。 コンクリ 0.5 半分ね。半分、これ半分です。あ、ちょっとその前にミキシングします。コンクリートミキサー車のちっちゃいバージョンじゃないですか。すごい。砂と砂利をミックスするらしい。これって何でできてるんだろう。なんか人工の化合物なんですかね。水は感覚で入れるらしいです。水の割合は決まってないんですかね。混ぜてない感じがしますね。あ、入れちゃうのね。固まるんでしょうね、ある程度混ぜたらね。
ドってどれぐらいで固まるんだろう。違うとこの部屋なのこれ。あ、センターは買ったとこが。そう、コメリで買ったの今回。も同じ25ミリで違うの？ちょっと違った、見た目が。洗浄してるのかな、水で。そしてドライブ自由だな、いいな。紅葉の綺麗な季節でしたね。あ、万代さん。おお、万代さん。いいね。素敵な。近いね。今度連れてってくださいね。そう。お昼を食べて休憩して。あら、ずいぶん狭いね。いや、もっと開く。あれ？あ、そうだ、うん、そこでいいんだっけ。あ、違った、間違った、ごめん。こっちがこれ痛みてき、うん、でもあれだけ砂利と砂入れて、なんかパッと見た感じ、あ、ここだけの敷地にしか敷かれないんだとびっくりします。かなり材料の量がいります。では何を建ててるのかな。これ蒸しちゃったんじゃないかな、この間。おいこれ一人だとできないですね。ね、やっぱ塀の元となる部分があるんですね。すごいな、どういう分野で勉強したら塀作りとかできるようになるんだろう。ちょっと私には知らない分野すぎて新鮮で面白いです。すごい、なんかもう立ってる、ポールが立ってます。あ、またコンクリート作ってます。なかなか地道な作業ですよね。一日では終わらなそうです。どれくらいのこの厚さというか重量の板で支えればどれくらいの量のコンクリートをずっと支えることができるとか、ちゃんと計算があるんでしょうね。